こんにちは、アルブル木工教室の辻です。私どもの木工教室は、DIY から本格家具作りまで、まあ、いろんなものが作れるというような形で展開しているんですけれども、過去にも、まあ、いろんな、こういった作品ですね、瀬戸さんの作品が、完成してます。で、私どもの教室にですね、エクスナレッジの、建築知識という、月刊誌に、猫のための本気の DIY とリフォームという形で、企画協力ということでお話がありまして、まあ、その協力ということで、その作り方の工程もしくはそのアイディアということで一応、まあ、ご協力させていただきました。で、まあ、紙面だけでなかなか伝わりづらいこともあると思うので、まあ、動画でその一例を、紹介していこうかと思います。ではですね、今回は、このトイレカバーシェルフなんて言ったらいいんだろう、トイレカバーを、ちょっと作ります。ですね、まあ、これも提案させてもらったんですけれども、まあ、その猫ちゃんが、自分の、こう囲われた空間で安心して、トイレができるようにこういう形で、はい、穴が開いてます、はい、でここにこういう形でトイレが置けるようになってますよと。で、まあ、ドーム型のトイレっていうのもありますし、ただのトレーだけの、トイレっていうのもあります。で、まあ、今回はまあドーム型のものに合わせて設計してたんですけれども、まあ、誰にでもなるように、作っていただいたらいいかと思います。で、まあ、どういう構造になっているかというと、下がこういうふうにキャスターで引き出せるような形になってますね。お掃除するときにこう引き出していただいてパッと取れるというような形で、作られてます、はい、あと上がマガジンラックになってますね。こういう形で中にいろいろ収納できる形になってます。まあ、そのフードだったり、まあ、その他の、スプレーなどの、猫ちゃんの用品ですねが入るような形 でこういうふうに扉はフラップ式という形で、まあ、インテリアとして、置いておいても、邪魔をしない、まあ、そんな形の設計になってます。で、材料は白っぽい木のラジアータパインですね、はい、の修正材を使ってます。まあ、ホームセンターの中で、まあ、合板などに比べたらやっぱりちょっと高いんですけれども、まあ、インテリアとしても、すごい、まあ、落ち着いたトーンで、洗練されて見えますし、まあ、ちょっといい木を使ってますね。厚みはこれが12ミリですね、はい。で、まあ、今回はまあこの作り方っていうのを説明したいんですけれども、実際にもうちょっとこれを作ってしまったので、材料を買おうとするとまたちょっと、高価なものになってしまうんで、ちょっともったいないなということで、作り方のポイントを、ちょっとご紹介させていただこうかと思います。今回、まあこの棚を作るにあたってボンドだけではなくて、まあ、釘でも構いません、釘と金槌で、打ってやっても構いませんし、ビスを、今回使ってます。ビスというのは、ネジのことですね、木ネジのことなんですけれども、それで止めてます。で、ネジが見えますか？なんとなくですよ。なんとなく、はいはい。じゃあ上手に隠せてますね。実はここビスが打ってあるんです。なんですけれども、それをダボというので、隠してます。はい。ビスの頭が見えないように隠れてるということですね。というようにですね、カメラ自身もどこどこってピントを探してるようなぐらい目立たなくなります。はい。で、まあ、さっきも言ったように釘でもいいんですけれども、ちょっと手間一手間かけるなら、ダボを作るこういう皿取り切りとダボ切りのセットで、購入するといいと思います。どういうことかというと、下穴を開けるときにまずこの皿取り切りでズボッと穴を開けます。そうするとこの径、太い部分のこの径というのがちょうどこのダボ切りとぴったり合うんですね。で、これで材料からダボを作ってやって、でここに埋めてやるというような形になります。じゃあ、皆さんもよくそのダボって聞くと思うんですけれども、普通のダボじゃダメなのというふうに、考えるかもしれません。で、普通のダボでもいいんですけれども、普通のダボでも結局目立ちます。なんでかというとですね、はい、これが普通のダボですね、市販で売られているものです。で、これって物を隠すように、作られているわけではなくて、これ自体は物の接合の強度をアップするために作られています。で、じゃあどういう風になっているかというと、木の木目方向はこのラジアータパイン材とこれを合わせようとしたらこうなります。で、小口、木の年輪方向はどっちかというとこっち側になります。これをこう埋めてやると、この木の小口という、このストローで吸い上げる木の、導管でこう水を吸い込むこの切り口というのはすごい色が濃くなるんですね。
つまり、繊維がこっちは縦に通っているのにこっちはその小口が前に出てきているので結局塗装すると、すごい目立ってきます。ここにボタンみたいなものが見えてくるということですね。それを解消するのがこの皿取り切りです。これはこのラジアータパイの端材からこういうふうに穴を開けてダボを作ってでそれをここに移植してやるという形で、木目方向が同じになりますので、すごい綺麗に見えるというような形になります。はい、でじゃあちょっとこのスター M、三木の会社ですね、兵庫県三木市の会社で、私どももすごいお世話になってます。スター M さんの皿取り切りと、ダボ切りセットということでちょっとご紹介使い方のご紹介をさせていただこうかと思います。はい、じゃあまず皿取り切りで、このパイン材同じ材料ですねラジアータパイン材に下穴を開けましょう。まあビスを打ち込むところだと思ってください。はいはい、さすがスター M さん切れ味がすごいいいですね。はい、で、まあ、結構これも、教室でよく使っているので摩耗してるんですけれどもこういう形で綺麗に穴が開きました。で、ここにビスが入るわけですね。こういう形でビスが入りましたよと。この状態では穴が開いている上にビスの頭が見えています。はい、じゃあこれをどう隠すかと言ったらいらない部分からできたらまあ木目が似ているようなところがいいですね。この辺から取ってみましょうか。こういうふうに押し当てて、はい、そうするとこういう形でここが切りになっていますのでこういう形で周りだけ穴が開いてくれました。これをですねまあ何でもいいんですけれどもマイナスドライバーのようなもので折ってあげます。この時にこっち方向にテコの原理で折ってしまうと変な割れ方をするので私の場合はこの流れる繊維方向に折ってやります。はい、そうするとこういう形で綺麗にダボができました。はい、それではですね、ここを埋めてあげようと思います。ボンドをまず軽く少しだけ入れてあげましょう。もうおまじない程度で構いません。あんまりはみ出ると後の掃除がちょっと大変なので。でこれに対してポイントは木目が沿うようにですね。でこれを差し込んでやります。はい、木目がこっち方向に流れているのでそれを合わせてあげてください。これを金槌で叩いていきます。そうすると、このダボの、作った時は、適当な深さで切りましたので、ここが出っ張ってきます。このアサリのないノコギリで切ってやります。もしくはですねこういうノコギリで切るときには何か紙を1枚挟んでおいてください。ここの部分が左右にこう振ってありますのでこのまま切っていくと傷がついてしまいます。こういう形でですね傷がついてしまいますので紙を2枚とか、まあ3枚ぐらいですかね、まあ、紙の厚さにもよるんですけども敷いてこれで切っていってやるというような形になります。今回はこの、ライフソークラフト145145ですね、クラフト145を使って切っていこうと思います。まあホームセンターに普通に市販で売られているものです。でこの時に切っていく時にまあ教室でも、よく注意しているんですけれどもこう押さえて切っていくと最後切れた時に自分の手を切ってしまいます。ですので、こういうふうに反対側を向けて、まあ、誰もいないことを確認して自分の手から遠ざかる方向に切ってあげてください。きちっと材料に押さえつけてそのまま切っていきます。はい、そうすると、まあ、こういう形で、切れました。でこれで大体高さが、揃っているんですけれどもあとはサンドペーパーで鳴らしてあげましょう。はい、鳴らしてやると、まあ、ほぼわからないというような形になります。はい、で皆さんももしかしたら経験あるかもしれないんですけれどもこういうダボを例えばこういう穴に入れて切って磨いていくとこの小口っていう方向はすごい硬いです。ここですねは硬いです。ですのでこういう市販のダボでやると最後切った後にこうサンドペーパーをかけるとここの部分だけがちょっと残って山になっているということがよくあると思います。それがこれは、この皿取り切りとダボ切りは、繊維が
同じ方向、硬さが同じですね。ですので均等に削れて、もう触っても段差がないぐらいにきちっとついてくれますよというような形になります。はい、ですのでこのスター M のサラ取り切りダボ切りセットっていうのを一つ持っておくと、まあ、DIY にも、仕上がりが綺麗な作品ができるというような形で一つ覚えておいてください。はい、ではですね、これがフラップレールになりますね。これ一応、Amazon で購入したものです。でまた、説明欄にこのフラップレール、紹介しておきますので、ちょっと参考にしてみてください。一応取り外しができるようになってます。でこういう形ではめ込んで、そうするとこの中をこうスライドしてくれるというような形ですね。で取り外すときは真ん中の溝から上げてそのまま引き出してもらえれば大丈夫です。よいしょ。はい、ではまあこの取り付け方法ですねは、まあ、基本説明書が大体同梱してくるので、それに習って、1決めすれば大体は取り付けられます。ただまあちょっと初めてで不安という方もいらっしゃると思うんで、まあちょっと簡単な一つのコツですね、をお伝えしたいと思います。まあ、まずは寸法通り、説明書通りに寸法の墨付けをしてそこに当て込んでやるというのがまあ一つのコツです。ですけれども、なかなか初めにビスで穴を開けるというのは怖いと思います。そういう時には、両面テープですね、まあ、できたら強力なものがいいんですけれども、をこのフラップレール自体に貼ってでべちゃりとくっつけます。で、まあ、あんまり力を入れると、取れてしまうので、軽くその墨線通りに貼り付けた後で、こちらを指定の位置通りに、はい、このフラップレール自体をですね、フラップレールの今度はこの何でしょう、溝の押す部分ですねを1ギメ、これもまあ両面テープなどで貼り付けたり、まあ1点だけですね、いきなり3点止めてしまうと調整ができないので1点だけビスで止めたり、まあ、もしくは両面テープで貼って、でこの可動をチェックすると、でそれでよければ残りのビスを止めていくというような形になります。まあ、初めちょっとこれレール系はなかなか一般の方、初めての方っていうのはなかなか難しいんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、説明書がすごい丁寧に優しく書かれてます。はい、はい、これがフラップレールですね。すごい便利なものです。はい、ということでですね、建築知識さんに提供させていただいたその、作り方 DIY のコツということで、こちら作ってみました。はい、ということで、結構まあやろうと思えば、簡単にできるものです。で、まあ、なかなか材料っていうのが、まあ、ホームセンターでカットしてもらわないと自分で切り出すっていうのもなかなか大変な作業だと思います。なので、ホームセンターにまあ売られているものですので、ラジアータパインですので、これを使って、まあ、ホームセンターでカットして設計図通りに作ってみるというのもすごい楽しい作業なんじゃないかと思います。ということで、トイレカバーボックス、はい、ということで紹介させていただきました。ぜひ皆さんもトライしてみてください。ご視聴ありがとうございました。